イバラムチの解説をしていきます。素性は持たざる者、副葬品は炎の奇跡。イバラムチの入手方法は DLC1 の入り口、ゲールが座っている深みの聖堂の端っこの方にあります。聖職者にイバラムチは必須でございます。正式の小教会で用いられたもの、儀式にはこれは拭うべき、これなんて拭うっていう意味、拭うであってるわ、拭うべき滴りが必要なのだから、なので儀式の時に血がいるからイバラムチで殴って血を出させようということなので、出血が最初からついてます。出血が33ついてる。なので他の武器、他のムチ三重士、イバラムチ、マダラムチ、ビップの中では一番強い。やっぱり出血はこのゲームすごく強いですね。実はウィップとイバラムチとマダラムチ全部鋭利派生、まあマダラムチは鋭利派生できないんですけど、鋭利派生した時に鋭利派生をしてもマダラムチよりも攻撃力が低くて、イバラムチは一番攻撃力が低い。鋭利40で、鋭利技量40で攻撃力が298、300にも満たない。マダラムチはギリ300届くんですけど、ウィップはそっから24上、324なんで。なので、一番実は攻撃力が低い。でも、ムチってそもそも攻撃力低いし、モーションも遅いしで、まあ結局は出血が強いという話です。筋力が、必要能力値筋力が6の技量が19で、技量が19、結構高い技量が必要になってくる。うん、他の、まあ、マダラムチも一応20なんですけど、マダラムチ20、ウィップ14で、イバラムチ19、うん、結構高い必要能力値としては。まあとはいっても筋力振る必要ないんで、そんなに辛いということはない。で、入手のタイミング、入手のタイミングが、ウィップはこの決勝の頃を倒す前なんですけど、イバラムチは決勝頃を倒した後に入手することができる。で、マダラムチはもうちょっと先の方、デーモンの牢王撃破まで行くことになるので、入手のタイミングとしてはマダラムチが一番強い。タイミングとしては倒すボスが少なくなるので、でも入手のロスはすごくマダラムチが多い、大きすぎるので、まあイバラムチが一番いいかな。で、ここ右の方に落ちてるので拾うだけです。はい、オッケー。全然出血があるので、ウィップよりも強い。うん。で、いつも通り、指名とか入れられないので、炎のダガーでごまかしていきます。ここはしょうがない。ことにしとこう。戦技が2打。戦技が2打で1、2、3とこう、なんか、かっこよく振るやつですけども。一応その2打をすることによって、出血が50。カーサスの秘陣を塗って出血50状態で2打を打つと、出血が80溜まるんだな、確か。1.6 倍。1回の戦技で溜まってくれるので、戦技からスタートしてめっちゃ避けられてる。戦技からスタートして、R1 を打っていった方が出血効率は良い気がします。まあ当然3発当ててなんですけど。で、深みの宿渡し戦なんですけど、最初から R2、片手 R2 はものすごく範囲が広くて、いろんな、多くの宿渡しを巻き込めるんですけど、最初から R2 やってしまうと、
倒しすぎて逆に多く倒しすぎて、この祭壇の裏の方に、祭壇の裏の方に敵がこう出現したりして、結構辛い。あ、こんな感じで。なので、最初は普通に R1、ダッシュ R1 とか片手、両手 R1 とかで攻撃していった方が正直。で、この辺から、まあ R2 とか、まあ R1 が一応一番 DPS が出るので、こうやって運が良ければ R1 連打でサッと倒せる、うん。ただ、ボコボコにされて鬱陶しいとか、デブが周りにいてうざいってなったら、R2 で周りを片付けてから攻撃するといいと思います。今回は運が良かった。深淵の監視者は、まあ、非常に辛いので、うまいこと R1 を連打して相手が何もしてこないことを祈りましょう。うん、今のペアリング。出血耐性は600あるので、出血30の何も塗ってない状態の茨道だと、まあ、その前に、出血する前に倒してしまう。うん、ただリーチはある。ローリング R1 のリーチはすごくあるので、うまいこと使いましょう。ローリング R1 と両手の R2 がすごくリーチが長い。そこをうまく使うだけです。普通の R1 はそんなに道が長くない。うん、まあさすがにこれぐらいには勝てる。R2 の最大となる。ああ、もう。延長が切れている。まあしょうがない。まあ特に。普通のタイミングで普通に攻撃していくだけで、まぁ、ちょっとこう、こうやってリーチが長かったりして、相手の攻撃を止めたりするのが、ちょっと嬉しい。ちょっと、うん、こういうのとか、差し込めるのはいいと思います。で、次がウォルニール。すごい今、ものすごいグダってたわ。まあ、ここも特に単に殴るだけなので、特に。大変なことはないけど、やっぱウィップに比べると攻撃力が低いので、こうやって、出血が効かない相手はなかなか辛い。97。うん。斬撃属性っていうのも相まって、ダメージがあんまり出ないですね。ここはしょうがないけど。あの、リーチの長いR2の最大ためをできるだけ打っていきたい。こっちの攻撃力が低いときは何回か言ったと思うんですけど、R2 の最大ためを打っていくと強いです。で、草美氏の大かけらをもう拾ってしまって、で、鋭利プラス6に。で、鋭利プラス6にして、踊り子を倒して、鋭利プラス8に。で、そっからサイバーに行くという、まあ、いつもの弱い武器用のチャートになってます。特に言うことがない、出血があるよっていうぐらいで、ここから観察の基準を使うことができるので、まあ割と出血します。割とで、ここ R2 の最大ためを範囲外からこう貯めて攻撃ができると、うん、これはなかなか他の武器ではできない。戦技もまあちょいちょい挟みつつ、変にダメージがあんま出ないんですよね。だからまあ、ローリング R1 で出血を普通に溜めていって、あ、出血しましたね。うん。まあ、そんなに、出血の、をさせるのは大変ではない。で、こういうところでしっかりと出血を溜めて、また出血した。うん。普通に攻略してれば割と3回ぐらい出血するから、なんか、そこらの武器とそんなに、なんていうんですかね、変わらない。ような使い方とは言えないけど、まあ攻撃してしっかりとこう相手の HP が削れてるなというのも実感できるので、他のウィップマダラムチに比べるとかなり気持ちが楽。
はい、オッケー。うん、1分47秒。そんなにめちゃくちゃ時間かかってるわけではない。で、ここでイーリプラス8に強化しました。で、ジバラの退治を倒しましょう。ジバラの退治はどのタイミングで倒してもいいんですけど、まあ、総王子を倒す前に倒しときたい。チャートが見にくかったんで。自腹の退治は、戦技が結構その、攻撃判定、こう R1 だとなかなか当たらなかったりするので、戦技がなかなかこう、いい感じに当たってくる。ので、しっかり使いましょう。あんまりその、自腹の退治に向かって攻撃しないように、横向いて攻撃すると、まあ当たりやすいと思います。こんな感じで。横向いて、そう。はい。横向いて、こういって。うん。まあ、そんなに待ちは当てづらくない。リーチは長くて、長いんですけど、まあ、ぐるっと当たり判定が出てくれるので。で、サリバーンは、サリバーンはもうグダッグダになるので、腐れ松ヤニで、まあ、毒で倒れてくれることを祈りましょう。なので最初はひたすらパリー練習になります。R1。パリーからの R1。パリーからの R1。確か38だったかな、毒の蓄積が。38で相手が300で、こうやって一回パリーすることに少しずつ回復してるんで、まあ10回か11回ぐらい攻撃すれば毒になるのかな。まあ、ちょうどそれぐらいの時に相手が変身してくれるはずなので攻撃力としてはちょうどいいかな。そろそろ、うん、はい、毒になりましたね。毒になったので、ああ、分身はしっかり攻撃したいところ。おお、分身攻撃しろ、しっかり。うん。ちゃんと分身を攻撃しましょう。属性の薬効とか使って分身をさっさと倒してしまった方が多分立ち回りやすいと思います。適当に R1 を打ってますけど。グダグダ。すごいグダグダになってる。それはパリーできない。それは避けられてる。ちゃう。ずらされてる。軸を。パリーされると思って。なかなかサリバーンうまい。さっさと、分身を倒してしまった方がいいですね。パリー失敗してるし。おー、すごいすごいすごい。もう未だかつてないこのグダグダ感。締め入れられないだけで、マジでやりきるせる。はい、毒で死んだ。やっぱ毒入れとくべきだな。無知でやるとな。あ、別にちゃんと攻撃をしっかりと待って、攻撃できるタイミングだけ攻撃すればいいんですけど、まああくまで RTA なんで、無理やりにでもご利用しに行った方が。まあサリバンぐらいの攻撃力だったらそんなに強いわけじゃないんで、その方が強かったり、じゃあ早かったりすると。思いますので。エルドリッチは、まあ、頑張って上半身に当てていきたいんですけど、モーションが長いので、なかなか難しい。R2、両手の R2 だったら、かなり上半身に向かって攻撃してくれるので、それを中心にやるべきでした。ちょっと良くないかな、この辺。出血もまだしてない。あんまり上半身に当てられてないから、出血もしてない。そのダッシュ R1 だよ、あれ。ダッシュ R1 があんまりついてないから。で、そう、無知の仕様。そう。で、無知の隠された仕様として、エルドリッチの炎がついた床って、なんかダメージをこう少しずつ受け続けるじゃないですか、これ。で、ここに乗っている間は、
無知の射程距離リーチがものすごく短くなってダガー並みになってしまって、で見た目と攻撃範囲が変わってしまって、実は全然ダメージが入らないという隠された仕様があります。ほら、今の意味わかんないでしょ。絶対に当たったはずなのに、こうやって当たらない時がある。それはこのサリバーンの時もこう変身のタイミングでなんかこう微ダメージのダメージあるけどひるまない攻撃があると思うんですけど、エルドリッチとサリバーンの時にそれを踏んでしまうと無知は使い物にならなくなるので、エルドリッチ戦はもうとにかく、丁寧にその炎を避けて、まあリーチを生かして R2、両手 R2 中心がいいと思います。に戦うと戦いやすいと思うので気をつけてください皆さん。アドバイスです。なんか判定がおかしいのでこれもまた解析はしてもらいました。炎槍の二つ目の動画説明文を考えた人にやってもらいました。オスロエス戦ですけども、まあ普通にその R 版をしっかりと入れられる相手なので、まあカーサスの布陣を塗って攻撃範囲は結構広いんでとてもやりやすい。別になんか死んでることはないです。うん、まあただ巻き込まれないように動きましょう。基本は出血狙いなので、まあ1回2回ワンターンに2回ぐらいはちゃんと触れるから、ちゃんと壁際に追い詰めてやっていきたいところですけども、まあ R1 が意外にリーチじゃないんですよね。やっぱ R2 じゃないとそんなに当たらない、範囲は広いんですけど、なんかちょっと癖があるというか、なんか素直に攻撃範囲が広がってくれないので、まあ、ただリーチはしっかりとあるので、なんと OK、 倒すこと自体は簡単だと思います。片手、まあ片手で振る理由も特にないからな、両手でいいような。で、軍打戦は、まあ、パリーして、出血を狙っていくだけ。パリーして、R1。これの繰り返し。2回しか触れないかな。触れないので、R1。ひたすらこれの繰り返し。まあ、手数を出すために、ローリング R1 も挟むといいと思います。結局、出血頼りになるので。1回出血、まあとはいっても2回出血2回かぐらいしかいかないので、まあ R2 打ってもいいのかな。こういう時にローリング R1 入れましょう。ローリング R1。 ちょっと今の危なかった。ひるまなかったら、そして近づいて何もできない、スタブ入れられないんで。というのも持ち替えてスタブ自体はあのダガーの方でできるんですけど、そうするとエンチャントが切れちゃうんでなかなか難しい。どんだけ殴ってくるんやこいつ。これが届くのはいいですね。これはリーチが長くていい。こいつ何やさっきから。煙茶が切れてしまった。煙茶が切れてしまったので薬砲を振ります。ローリング R1 からのパリーは間に合います。もう一回 OK。まあ OK ですけども、ちょっと軍打が暴れすぎ。まあパリの回数が増えちゃうんで、どうしても地名入れられなくて。まあそれで軍打が暴れる確率が増えるっていうのはまあしょうがないですね。ただ出血するので、めちゃくちゃしんどいかというとそうでもない。こういう竜狩りの鎧みたいに、斬撃も通らないし、R1 もそんなに通らないのが辛い。出血は通らない。特に。
まあ、ただ攻撃チャンスはまあたくさんあるので、しっかりとローリング R1 とか上げていきましょう。攻撃力はやっぱ低い、ループよりは低いですね。 R2 の最大ためを頑張って入れていきましょう。145、これはドリンガー R1 が使い勝手いいので、これは危ない、これは間に合わない。普通の武器だったら普通の武器だったらあれ間に合うんですけど、構えからの攻撃、リップだと間に合わないんですよね。リップ系の武器だとここは良くない、これは良いんですけど、で、まあ明らかにそのエンチャの時間があれなので塗り直します。これ振ってたの、これ一回さっき同じことやったのに、何で振ってんのこの人。まあ振りたくなるんですよ、いろんな武器使ってると振りたくなってしまう。こんなゆっくりな、こんな小さくてゆっくりな振りなの武器がなぜあるんだ。なんで回り込んで攻撃をするという、危ない、おお相手も避けてくれて、何々だろう、危な運が良かったっすね。ゆがりの鎧が情けをかけてくれた。次が総王子、総王子は出血が通るので、まあ普通に戦っていけば問題ない。基本はローリング R1、 ローリング R1、ドリンが R1、 そういう時は R1、 まあ普通に、いやいや今のはちょっと回り込むのが早すぎる。変な武器を使うと頑張ってその攻撃チャンスを捻出しようと、もうなんか先々動こうとしてしまう、よくない。ゆっくりゆっくり回避すればいいのに。はいはい、うん、出血に一回、半分以上で一回出血したってことか、もう一回出血するかな。二回出血すればまあ十分働いてくれているでしょう。何が R1？ ただのローリング R1。うん、何が R1 がやっぱり使い勝手が、ああ、もう一回出血した。いいですね。スタミナ消費もカテゴリーで一番小さい、ウィップと同じかな？ウィップと、茨の地とで同じなの、同じで一番小さいので、まあそんな大差はないんですけど、とても楽です。立ち回り自体は。これで R1 一発分の。当たらないのかいそれ。また当たらないのかいそれ。なんでそれ。はい。で、ここからが難しいことを。をやります。ここから R2 の最大ためを、これでロスリックだけ当たる、これでロスリックだけ当たる、めちゃくちゃ難しいのでなかなかやりにすることがあります。うん、まあでも2回成功したんでいいでしょう、十分。 R2 の最大ためは3回計入れられたんで、まあ、無知にしてはいいでしょう。まあ、多分もっといいやり方があるのかもしれないんですけど、わざわざ検証するのもめんどくさいんで、発見してもらったやり方で、これで、無知は大体やっていきます。言ってもあと一歩か。まともな無知。うん、まあうまいことロスリックに当たるように、R1 を打っていきましょう。ロスリックには斬撃属性なので、ローリアンとのダメージ差見てもらったらわかるんですけど、だいぶ差が出てくる。80ダメージぐらい差が出てくる。まあ、あとは、その、こっちの攻撃力が低くて、ローリアンの防御力を貫通できてなくて、で、ロスリックの低い防御力だけ貫通してるんで、ダメージ差が結構激しくなる。なので、だいぶ、ローリアンを削り切る頃にはロスリックもしっかり削れているでしょう。はい、おしまい。うん、
まあ、こんなもんですね。一応序盤にその下の方デーモンの牢側に行ったので、ホール量 1.2 倍の盾をできるだけ使って、できるだけ攻撃力を少しでも上げていくといいかもしれないです。渇望の盾、いつも出てこない渇望の盾だ。で、鋭利プラス10になったので、ここも、はい、手数を出していきましょう。攻撃力一発204はさすがに低いので、とにかく手数を出していきましょう。特大剣を振るつもりで手数を出していきましょう。そう、はい。で、これ、そう、あのバックステップに対して戦技が届く。うん、そこがなんかこう、無知の強みというか、あの攻撃が無駄にならないというか、出血を特に溜め続けているので、あんまり時間が経つと出血値が回復してしまう。そこをこうリーチで補ってくれるので、もう2体出血した。で、割とそう、こんな感じで出血手数が出てないように見えるんですけど、まあ安定した出血が望めると、まあ、攻撃タイミングは分かってる人にはっていう話なんですけど。これはもう、カーサスの布陣が切れたけど、ここは出血しないようにギリギリ、出血しないギリギリで、カーサスの布陣を抜けて、で、一回攻撃して、はい、出血すると。うん、完璧な調整。素晴らしい。で、もう2回出血するといいなということで、ウォーリンが R1 を中心に攻めていきましょう。はい。まあ、このローリング R1 があれば正直、まあ、どのボスとも戦えるって感じはしますね。普通にモーションが優秀、リーチも長いし、速いし、で、出血と。うん。で、きっちり出血も取れると。もう一回は出血しないかな、さすがに。もう一発で、このローリング R1 が届くと、うん、やっぱリーチが長くて、案外こうずっとこう安定したダメージを出し続けられる気はする。あー、デモのローが死んだ。死んでねえ。まだ生きてるわ。何なんだこの現象も。いや、ほんとよくあるけど、よくわからんわ。何なんだろうな。普通に倍速編集してるだけなんだけどな。そこに入って R1 を連打しましょう。特に、出血することもないので、ペチ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 と叩きましょう。そうすると意外に削れてる。お、よくやれた。削れてるとはいえタイミングがちょっと悪い。これは、寝て起きたか。もう自陣で来る円を無視してひたすら R1 打ってた方がまあ良かったかな。はい、倒しきれるかな。倒しきれた。危ない。爆発する寸前でした。はい、次、無名の王。まあ、最初は出血するほど殴れないので、適当に松ヤニを使っていきましょう。で、無名の王のこの鳥には、両手持ちの普通の R1。ああ、間違えた。両手持ちの R2 が多分届きやすくていいと思います。こういうのは、ちょっと横から攻撃したいので片手 R2。ただ、まあ普段は両手 R2 がいいかな。うん、ロリング R1 は意外に当たる。こういう時に、ダッシュ R1 ではなく、普通に R2 を打った方がいいような気がしました。
なんかあんまり無知の、てかまた久しぶりに無知を触るからどういう立ち回りをすればいいかが分かってない。はいはい、うん、OKOK。 R2 の最大ため R2 の最大ため、うわ1000ダメージ強い。無知で1000ダメージちゃんと出るんですね。僕は取れないんで時間かかってますけど、最初のロリンがジャンプ R2 で、この後にちゃんと R2 を打たないとダメ。これは本当に自分の選択が悪い。あー危ない危ない。ほら R1 を打っちゃダメなんだよな。 R1 はムメノオはただまあローリング R1 を打つだけなのでそんなにしんどくはないです。出血に任せてローリング R1、 ローリング R1、 ローリング R1、 うん、スタミナ消費も少ないしそんなに困ることはない。これはシンビル入るけど、入れてない。これシンビル入る、うん、そうシンビル入る。ロリンが323で普通のロリンが R1 が180なので、まあできれば先に出たいところで1回出血。普通の武器では、なんで振った、普通の武器では届かないタイミングで割と R1 が届いて、ロリンが R1 が届くので、で割とそのひるみも実は取れるという、どこぞのカテゴリーの武器よりひるみ取れるような気がします。正直やっぱ安定して攻撃し続けられるし、うん、ローリング R1 が普通に優秀なの。はいはい、ローリング R1、 R1、 R1 でもう一回ヒルを取れる。まあとはいっても単に手数がこっちの攻撃力が低くて手数が多いからヒルミがたくさん取れているように見えるっていうのはまあその通りなんですけど、うん、ここが当たらない。ロリンがあるわ。よし、オッケー。うん、そう言われたら、まあ、ルーノルも出ない。ですけども。はい。王者の墓守は、狼を倒したいんですけど、なかなか狼倒すのも、強靭がなくて、振りが遅いので、難しい。時間がかかってしまう。このように。なかなか倒すだけでも狼の動きによっては辛い。お前じゃない、うん、この狼はなかなか今回はしかもめちゃくちゃ動くという、弱い武器の時に限ってこんなことしないでほしい。迷惑です。で王者の墓守は R1 を連打しましょう。ムッチで弾かれても無視してひたすら R1 を連打して出血を狙いましょう。完全に盾構えてるのにピシャーって出てる。まあ何も考えずにこうやって R1 を押してても、まあ結局差し込まれちゃう。結局相手のモーションが早いので R1 と R1 の隙間に普通に差し込まれちゃうんで、まあでも特に気にせずに振りまくればいいと思います。おわ、いい感じで出血した。うん、これがのこのリーチの長さ、ね、このリーチの長さはまあ強い。無知カテゴリーとして槍より断然長い。うん、赤森の帯同は攻撃やって実は結構通らないんですけど、ちゃんと手数を出せば出血、こいつは出血耐性すごく低いので出血してくれます。はい、あれまだ出血しない。あ、これ切れてるな。カーサスが切れてるのか。そうか、王者の墓守倒すのに時間かけすぎてカーサスが切れてる気がする。ああ、でも倒した。 OK、 一回出血したかな。ちゃんとまあいいでしょう。フリーデ戦はこの武器は弱いのでちゃんと相手の攻撃を待たないと、ちょっと振りが遅すぎてしんどい。ダッシャー R1 がダッシャー R1 がこう結構ゆっくり、そんなにリーチがない実は。なのでこういう時にしっかりと攻撃して
相手がゴリ押してきたら、こっちが R1 連打しましょう。で、こういう時はしっかりと R1、R1 で戦技で効率を伸ばしつつみたいな。まあ、戦技打つタイミングは適当です。R2 の最大ため。あ、痛い。ローリング R1 も適当に使いましょう。ああ、こういう立ち回りをしてるんだ。やっぱりあれだな、弱い武器立ち回りしてるな。あ、これは攻めたな。さすがに、そう、R1 のリーチが意外に短いんですよね。だから R2 とか戦技とかしっかり使わないとっていう気は。ああ、この振りの速さ。この振りに反応できない。反応っていうか、まあ、R1 を押しててもどうしようもない。のは、まあ、茨無知だな。最初にしっかりフリーでとアリアンデルのターゲットを抜かせ、痛い。抜かせましょう。この時点でやっぱ結構時間かかってる。アリアンデルはひたすら出血しやすいので、出血させていきましょう。R1 連打でいいと思います。イクサザ連打でもいいのかな。まあ、偶然なんか炎も入ってくれている。近い。イエルは何をしているの？近いけどまた帰っていったんで大丈夫ですね。あ、イエルが聞こえた。出血は結構本当にしてくれるので、こんな感じで、楽に倒すことはできると思います。とても。で、フリーデンの第3形態。長いわっていうか、やっぱり戦いが。ここは、まあ、R2 の最大ためとかを入れつつ。はい。まあ、普通の R1 が結構引っかかってくれるので、こうやって。そう。普通の R1 が結構引っかかってくれるので、うまいことゲールと、共闘できると、意外に早く倒せる。出血も、まあ、普通にするので。こうやってゲールが止めてくれたり。それなんか噛み合うと、そう。こんな感じ。だいぶ削れる。痛い。結構調子よく削れてる。で、こういう壁際の時はしっかりとゲルと一緒に殴りましょう。スタミナを使い切り、ゲルにバトンタッチをして、でもう一回こっち叩くと、でゲルと一緒に叩く。すごい早い。3分30秒。茨虫かなり早い。フリーですよ。まあ、3分ぐらいが、この振りの遅さで、かなりゲールが仕事してくれました。まあ、あとやっぱりその、相手が強靭がないのと、なんか横ステップをしてきたり、無理やり強引にご利用そうとしてくれるのも、こっちのなんかゆっくりした R1 が意外に引っかかってくれて、戦いやすかったりする。で、傷ついたウロドコのデーモン。ここも、ウィップとマダラムシと比べて、やっぱり出血がかなり効いてくる。一応斬撃属性なので、ダメージ自体は通るはずなんですけど、まあそもそもの攻撃力が低いので、ダメージ通ると言っても、出血のために手数を増やしていると。いうぐらい。激しい。いうぐらいの考えでいいかもしれない。とは言っても270ぐらいダメージ出るんだったら、出血1発回分ぐらいには出る。298。まあ、ウルドコと傷ついたは結構柔らかいから、この辺はこんなに辛くはない。普通に攻撃している。ウィップが斬撃属性じゃなかったら正直もっと辛い。このゲームの攻略で一番優遇されているのが斬撃属性です。いろんなモーションとかも含めて。というのも属性がまともに生きてくる。物理の属性がまともに生きてくるですって、こいつぐらいしかなくて。
他になんか一つが弱点だのなんだの打撃が弱点だのなんだのあると思うんですけど、そういうやつらって本編のボスだったりして、本編のボスは正直もうあんまり防御力高くないので、こちらの攻撃力さえちょっとあればもう属性のその物理属性の差異なんかほとんどわからないぐらいなんですけど、デーモンの鬼戦に限っては 20% ぐらい斬撃属性、まあ、20% はちょっと言い過ぎですけど 18% 標準属性に比べて高いので、そこで斬撃属性がちょっと生きてくるんじゃないかなと思います。うん、傷ついたウロ底もまあまあこんなもんでしょうと。割と R1、まあ、R1 適当に振って R1 が体のどこかに引っかかってくれるので、その辺は当てやすいというか、まあ、これもまたあれなんですけど、攻撃が無駄になりにくい。一発143 140しかダメージが出ない。まあしょうがない、そういうもんだ。でももう出血した1400。出血をすれば、うん、結構しっかりダメージ出てくれるので、これがないと普通のウィップでデーモンの王子は辛いなと思います。魔女の黒髪の方が辛いと思いますけど、はい、しっかりと出血を取りつつ、ひるみを取っても結局スタブをすることもできないので、出血貯めるチャンスだと思ってガンガン R1 を振りましょう。うん、意外に振りやすい。槍と違って足の隙間とか考えずに適当に振るだけでいいので、かなり立ち回りはしやすいような気がします。今3回出血かな、うん、もう1回出血するか4回出血するか。いや、4回出血すると考えるとやっぱりデーモンの王子は出血武器強いな、強いな。うん、出血いいダメージ、うん、それ当たんないんだ。はい、OK。 6分30秒6分40秒、まあまあ無知カテゴリーの中では最速レベルじゃないですか。アリアンデルのバラの方じゃないの、まあ、あれは無知じゃなくてクラブとか強化クラブ系のモーションなんで別カテゴリーな気がするので、まあ、ウィップ、マダラムチ、イバラムチ、魔女の黒髪の中では最速なんじゃないでしょうか。出血する僕は大体早い気がする。魔女の黒髪は、まあ、ちょっとやばいけど。デーモンの王子やばい。マジやばい。ミディールは、まあ、単純に物理攻撃力がないので、すごく辛くなってきます。800ダメージ出れば、まあ、いい方でしょう。3回や、3回、一発270なので3回当てて800ダメージを出したいところ。2発の500ダメージだとちょっとあまりにも時間がかかりすぎるので、これ当てたり当てましょう。はい、攻撃チャンス。1、2、3。もう一発当てたいけど、ちょっと見てみようかな。まあ、800ダメージかな。それなりに強い武器の半分ぐらい。直剣系の武器の半分ぐらいしかダメージが出ないので、まあその分当然時間かかりますと。で、意外にこう当たらない。意外にこう血を這うように振っちゃうので、R1 って。意外に当たらない。これ、ある程度最大かな、打った方がいいのかな。あ、今打ってるわ。513。513なので、うん、まあ、ある程度最大ためより R1 2回の方が入るけども、モーション考えたら R2 の最大ためから入った方がいい気がするな。こんなに長さ変わらないし、いきなり走られるのは珍しい。変身前に珍しいと言いつつあんまりダメージ与えられてないから当然ちゃった。そう、ミリエル戦は結構ロックオンせずに戦うことが多いんですけど、まあ、割とロックオンした方が戦いやすかったりしたかもしれない。
いや、そうでもないな。普通に戦ってるな。普通に戦ってるわ。嘘です。嘘です。嘘言いました。まあ、とりあえず800ダメージ近くを R1 を入れて、800ダメージ近く出していきましょう。バックジャンプからのその変身モーションが珍しいというか、あんまり自分見ないです。第2形態ですけども、変わらず800ダメージを目標に出していきましょう。右目つけてるけど、右目の効果がやっぱりほとんど手数が出ないんで、厳しいです。危ない危ない、潰されたら死ぬってそれ。薬法の数がもうほとんどなくなってきたので、龍の町屋に変えた。薬法、20ぐらいダメージかな。これ、この攻撃はまた爪に当たっちゃうとかいうので、ダメージが入らない。なかなか頭に当てるのが難しい攻撃は。これも届いてない。やっぱ R1 のリーチがかなり短いので、R2 から入った方がいいのかな。確実に当たるとき以外は全部詰めに座るよ。今のは取ってました。なかなか長期戦になってまいりました。カール2の最大ためからの R1、なんとか持っていけました。でここはなんとダガーを取り出して攻撃します。ずるいとか言わないでくださいね。2600ダメージの固定ダメージは美味しい。ダガーを使わない、これはダガーを使わない理由がない。他にパリーできるボスっていうのはサリバーンとか言いますけど、サリバーンとグンダか。サリバーンに関しては、まあ毒を入れたいので、パリーからの R1 で安定して毒を入れたい。で、グンダに関しても出血で戦いたいので、できるだけその R1、パリーしてからの R1 で、スタブを入れない立ち回りをするっていう言い訳があるんですけど、ミディールに関しては、スタブを入れない理由がない。言い訳ができない。ので、使います。普通に弱いので。スタブを入れない理由が本当にない。ハーフライト戦ですけども、非常に苦戦します。というのもやっぱりその、リーチは長いんですけど、振りが遅くて、特に絵画使者に苦戦する。振りが遅くて、なかなかその、R1 が通らない。ローリング R1 もちょっと短い。なので、両手持ちの R2 を中心に行きましょう。もう相手が前に入った瞬間、両手持ち R2 で、ガンガン攻撃できます。ハーフライトに関しては。お、ジャンプした。もうこの柱の裏からこう攻撃することもできると。はい。で、この R2 が入ると。R2 が入ると。相手がもう避けるその AI にならないというか、これは無理、負ける。で、ガンガン攻撃していきましょう。で、さすがに、ここは絵画使者を倒したい。毒を入れたかったんですけど、手数が少なすぎて毒になりませんでした。で、ハーフライトに矢を撃たれると、もう強靭なくて止まっちゃうので、こうやってしっかりと、もう今の負けちゃうのは本当にダメだ。まあ、とはいえ、R1 をしっかりと間に合った。OK。はい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 。おー、出血した。もういっぱい。あ、オッケーオッケー。なんとか、怪獣者を倒しきることができたので、ハーフライトをこうやって柱の裏から R2 届くんですね。素晴らしい。柱の裏から R2。まあ別に柱の裏じゃなくても、この距離からこう当てられる。まあでも相手の R2 に、重ねられると困るんですけど、これなら困る。さすがに、こういう感じ。まあかなりでも
楽には倒せる。チェインとかはないんですけど、チェインとかなくて強靭もない武器で結構しんどかったりするんですけど、これはまずい。しんどかったりするんですけど、まあ何よりリーチがあるのが強い。はい、なんとか戦技で決まった。最後ペクだった。今ちょっと下打ちしに行こうとしてたな。で、ゲール戦。ゲール戦は、まあ頑張って毒にしましょうと。ローリング R1 を主体に、早く毒にしたいところ。はい。普通の R1 がなかなか打てないのが辛い。いいタイミングで。一発100ダメージか、今見たけど。133か。ちょっとさすがにダメージ出なさすぎやな、これは。すごい武器だ。はいはい。なのでもう固定ダメージで倒すしかないですね。ローリングローリング R1 を駆使しつつ手数を出して出血注意と毒を溜めつつ戦いましょう。なかなか毒にもならない。手数が出せないのでなかなか毒にもならない。まだならない。でなんと鎖まつりの効果が切れちゃうと。1分で毒にならなかった。本当は戦闘中にもう1回毒をかけたかったんですけど、もう普通にその鎖まつりがなくなってしまって、まあハーフライト戦で無駄に1個使っちゃったっていうのがあるんですけど、まあなんてもったいないこと。なので、しっかりと松ヤニを買っておくだけで、これは、操作をミスりましたね。これは操作をミスった。でも意外に硬い。あとは、ひたすら、ガータスの秘人を塗って攻撃していきましょう。R2 最大ためより、とにかく R1、ローリング R1 で手数を出して、はい。行きましょう。まだ大事件で終わらない。どんだけ時間かかるんや。長すぎる。終わった。出血したかな、最後。で、ガーサスの肘を塗り直して。また出血にお願いしましょう。リーチが長いけど、さっきのボウガンとかにはなかなかこう合わせられない。そうだね。ドリガーは、R1 のリーチがやっぱ短いな。使ってて思うけど。ローリング R1 から入らないと、良くないな。で、ここで毒が切れる。もう体力半分ぐらいで毒が切れたんで、もうこの時点で、鎖松屋にかけ直した方がどこに攻撃してんねん。かけ直して、このゆっくりした攻撃モーションを少しでも補っていけるといいんですけど、でこいつがなんか2段目振ってこないんですよね。それがまたムカつく。2段目振ってくることを前提にこちらはちゃんと攻撃を、タイミングをやってるのに。下手にやってこなかったら、お互いお見合いしちゃう。それを読むことはできないんで。よし。はい。これはいい。戦技。で出血、出血も500ダメージぐらいしか出ないからな。まあでも出ないよりは全然マシ。はいはいはい。なぜ後ろにローリングした。特に言うことはないかな。ゆっくりゆっくり出血を溜めていきましょう。R1 なんとか2回入る。それが R1 だ。そう、そこのローリング R1 届くのちょっとテクなかなか面白い。面白いだけですね。今もうエスト飲んだのに一瞬で削られたと思います。もうエストもなくなってしまったので、女神を用意しましょう。
なんか、あれは、攻撃タイミングがなかったらもう一気にこの、ファーサスの基準の、による出血死の、が回復していってしまって、全然出血しないじゃんってなっちゃうんで、もう絶え間なく絶え間なく頑張って攻撃するしかない。もうちょい。今のタイミングだからローリングアルバン入りそうだ。結構リーチが長いから雑なローリングでもローリングアルバンが入ったり、はい、オッケー、なんとか終わってから戦利と、はい、記録は2時間3分27秒。他のウィップとマダラムチがどちらも2時間15分ぐらいかかっていたのを見ると、まあ、やっぱり出血の力は偉大だなと感じました。この動画もなんとか3分割ではなく2分割に1時間以内に収まったので、戦闘時間が、攻略で一番ムチ3種の中で強いのはイバラムチな気がします。ただ敵によってはそれこそゲールとかマダラムチ持ってコンスタントに毒を入れ続けた方が、まあ、楽に倒せるかもしれない。そこは、まあ、マダラかイバラかって感じ。ウィップはちょっと選択肢に入ってこないかな。攻撃力がそんなに高いわけでもないし、状態以上に特化してるわけでもないので。なので、まあ、イバラムチかな。最初の、ムチ縛りとかしたい人は。イバラムチ使ってください。私はもう振りません。これでイバラムチの解説終わります。ご視聴ありがとうございました。